いや、参った。立ちこけしたよ。あっちのね、多分まあ、サミットまで、あえてパトロールっていうか、常駐されてるんかな。警察車両に目が行って、転んだ、思いっきり。で、被害は、パッと見ね、スライダーで助かったね。ただスライダーは思いっきり割れた。これ本当は割れるような素材じゃダメなんじゃろうけどね。あの柔らかいナイロンみたいなやつじゃないといけないんでしょうけども、これで助かったな。唯一マフラーのカバーやな、これやられた。あとはね、ないね。カウルも大丈夫、奇跡的に。やれやれ、よそ見しちゃいけんね。いやー、転んだ。油断したな。やっぱこういった山道気抜いちゃいけんな。さっきも言ったけどね、警察の車両があって、うわって思ってそっち見てたら、転んだよ。まあ帰ってもう一回ちょっとちゃんとバイク見るけど、見た感じ、ああご苦労様です、見た感じスライダーだけ、スライダーとマフラーのカバーかなだけっぽかったんですが、どうかな。ウィングレットとか当たらんかったな、不思議と。警察の人慌てて出てきて起こすの手伝ってもらったもんな、申し訳なかった、警備の最中やのにね。